ボストンポップスオーケストラタングルウッド音楽祭で演奏準備をするボストンポップスオーケストラシンフォーニーホールでの演奏会で米海軍軍楽隊とジョイントするボストンポップスオーケストラアーサーフィードラーボストンポップスオーケストラはアメリカの名門のオーケストラの一つボストンポップスオーケストラはボストン公共楽団が夏のオフシーズンの間音楽普及を目的とした ポピュラーコンサートや音楽会で演奏するために編成を変えたもので基本的なメンバーはボストン公共楽団と同じである。基本編成は96名と大規模だがその時々に応じて人気のある曲や往年のスタンダードナンバーを演奏しポップスオーケストラとして格好たる地位を築いている。なおボストンポップスオーケストラとは別にフリーミュージシャンをメンバーの主とした ボストンポップスエスプラネードオーケストラが存在し、海外ツアーはこちらの方が受け持っている。過去に数回来日しているが、そのうちボストンポップスオーケストラの来日は2回である。ニューイングランド音楽院の作曲科学生が作品を発表する場合に演奏を担当することがあり、1934年に大沢久人が卒業制作の演奏を自ら指揮している。これが 日本人による最初の式であった。また戦後の昭和後期には山本直澄が式台に登っている。ボストンポップスオーケストラの歴史は古く、設立は1885年に遡る。特に重要なのは1930年から1979年、アーサー・フィードラーが常任指揮者を務めた時代である。この50年の間、フィードラーの下でボストンポップ プスオーケストラは、精力的な活動を行い、芝叩く間に知名度を上げていった。1950年代後半から1970年代まで、フィードラー時代の録音は、多くが今日でも入手可能である。内容は、シンフォニーオーケストラ用に、アレンジされたポピュラー音楽、ガーシュイン、グローフェなどのアメリカ音楽、ウィンナーワルツやオペラ上曲などのクラシック商品、 組曲など多彩である。またフィードラーは作曲家、ルロイ・アンダーソンを見出したことでも有名であり、その縁もあって、アンダーソンの初期の作品は多くがボストンポップスオーケストラによって初演された。アンダーソン自身が指揮したこともあり、今日でもアンダーソン作品の演奏でボストンポップスオーケストラの右に出るオーケストラはない。フィードラーの後、 1980年から1993年までは映画音楽の分野で名高い作曲家、ジョン・ウィリアムズが常任指揮者を務めた。ウィリアムズの時代のボストンポップスオーケストラはフィードラー時代に得意としていた軽音楽やオリジナルの現代作品に加え、ジャズやムード音楽も取り入れるなどレパートリーの幅を広げた。特にジョン・ウィリアムズの自作、および 彼を含む一流の編曲者が手掛けた映画、ミュージカルなどの編曲作品を収めた CD は高い人気を誇る。ジョン・ウィリアムズが退いてからは2年ほど常任指揮者不在の期間があったが、1995年以後はキース・ロックハートが常任指揮者を務めている。以前は RCA ・ウクターから CD をリリースしていたが、近年はオリジナルレーベルを立ち上げたためか、 日本では新作の流通が少なく、花々しい活躍を続けている割には日本での知名度は低い。今日入手できる CD の多くは、フィードラー及びジョン・ウィリアムズが指揮を務めたもの、または1950年代から1990年代前半にかけての客演指揮者を招いての録音である。ありがとうございます。